皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。 F1 ニュースの時間です。ということで、昨日は F1 イタリアグランプリ、日本時間の22時から行われまして、やはり決勝レース、いろんなドラマがあるなと思いました。そして我らが角田裕毅選手、まさかのリタイアということで、まあ、これに関してもね、少し思うことがあるのでお話ししていければなと思います。角田裕毅選手ね、本当イタリアグランプリとの相性があまり良くなくてですね、例えば2021年はブレーキトラブルでスタートできず、そして2022年は PU 交換で再開スタート、2023年はエンジントラブルでスタートできず、そして今年2024年ミサイルされてリタイアということでね、まあ本当に我々もいろいろ思うことはあるんですよ。思うことはあるんですけども、まあこれはまあ仕方がないという言い方したらダメですけども、まあ角田選手全然悪くないですからね。ということで、本日は昨日の F1 イタリアグランプリの決勝を簡単に振り返り、そして角田裕毅選手の最新コメントをご紹介したいと思いますので、本日もどうぞよろしくお願いいたします。それではまずこちらをご覧ください。ティフォシ歓喜、ルクレール不意のワンストップでマクラレンを撃破、角田裕毅は被弾 DNF イタリアグランプリ決勝ということで、FIA 世界選手権第16戦イタリアグランプリ決勝レース、予選4番グリッドのシャルル・ルクレールがワンストップ戦略で最前列のマクラーレン勢をかわし、フェラーリの聖地モンツァで大逆転優勝を飾りました。ルクレール、おめでとうございます。これね、最後私もめちゃくちゃ嬉しかったですね。フェラリスタとしては、お、ちょっと頑張ってくれルクレール、しかもティフォシの前で母国イタリアで最高の結果じゃないか、頑張れ、あと10周だ、あと5周だ、ファイナルラップだと思ってね、結局熱く熱く観戦しておりました。マクラーレンね、ワン・ツーフィニッシュしていればレッドブルを抜けていたかもしれないんですけども、いやー、少し残念なことがありました。まずスタート直後、どっちが制するのかな、第1コーナー第2コーナーと思っていたら、ピアストリが1周目の第2試験でアウト側からノリスをかわして首位に浮上しまして、トップチェッカーに向けて順調にレースを進めていたんですが、特に左フロントのグレーニングによるパフォーマンスの低下を受けて2ストップに切り替えたことで流れが一転しました。開始早々にチームメイトにかわされたノリス、ラインを外れたことでルクレールにもオーバーテイクを許し、1周目を終えたところで3番手に交代、ポールからの1周目交代記録を5回に伸ばし、前線オランダグランプリに続く2連勝の期待とは裏腹に3位表彰台にとどまってしまいました。今回のマクラーレンの敗因は余裕をかましすぎたからということですよね。まさにウサギとカメ状態になってしまいました。まあ、というのもですね、マクラーレンがノリスとピアストリに対して、まあ、クリーンに、まあ、バトルしていいよみたいなことを言ってたらしいんですよ。で、まあ、無駄なバトルが発生してタイヤを使ってしまったんですね。それによってフェラーリはもともとワンストップを狙っていたわけではなかったんですけども、いや、これチャンスあるんじゃねみたいな感じで後ろから虎視眈々とルークレールが狙っていたんですね。そしてルークレールも2ストップかなと思いきや、そのまま1ストップでずっと前に来てしまって、そのまま順位が入れ替わってしまって、マクラーレン、いやいや、ちょっと待って、このままだったらやばいからもっと頑張って走ってみたいなことを言ったんですけども、時すでに遅しということで、そのままフェラーリが1ストップで優勝ということで、まああれはね、カルロス・サインツの影響も大きかったですね。サインツが2周にわたって後ろのノリスをまあブロックしたんですよね。クリーンな感じでブロックして、まあ、それによってルークレールは安定して走ることができたっていうのもあります。まあ非常に惜しい結果になってしまったんですけどもね、マクラーレン、まあ本当にね、残念ですよね。せっかくワントゥーフィニッシュできるチャンスをまさか自らね、余計な争いで、まあ、こういった形でオジャンにしてしまうというね、まあ少しかわいそうですけども、まあ、これはもうフェラーリの完全勝利ということですよね。そしてまあそれよりもね、辛い出来事がありました。角田裕毅選手、 RB フォーミュラー1、さあ1周目に2つポジションを上げたんですね。これ実はまあいいタイミングでスタートできて、なおかつヒュルケンベルグかな、少しコース外れてスモークが上がったんですけども、その時に大丈夫かと思ったけど、まあいろいろ混乱を切り抜けて14番手に浮上して、お、いいやんと思っていたんですが、結局5周目のターン1で後ろにいたヒュルケンベルグ、脇腹を突かれてしまって、まあ、フロアにダメージを負ってしまいました。まあ、その後角田選手ね、もう18番手に一気に落ちてしまって、でそのまますぐに抜かれて19番手になって、まあ、正直言うと
うわ、もう最悪だな、ハース。今度、マグヌッセンの次はヒルケンベルグがミサイルと思って。で、もうどんどんペースが落ちていって、あ、これ絶対リタイアやろうなと思いました。正直言うとね。まあ、マシンのためでもあるし、無理に走らせることはないし、まあ、ダメージを負っていたら仕方がないということで、ああ、またか。もう、ミサイルの被害に遭ってしまってっていうのが、まあ、正直な気持ちでした。まあ、角田選手全然悪くないですからね。で、それによって、加害者であるヒュルケンベルグに対してはプラス10秒のペナルティということになりました。まあ仕方がないですよね。そして RB もうボロボロやんと思ったのがリーカルド選手ですね。リーカルド選手も少しペナルティ、インシデントの責任を問われて5秒ペナルティを受けたんですけども、ピットストップで消火しようとしたんですが、まさかの停止した際にピットクルーが車に手を触れてしまったので適切に消火できなかったとみなされました。そのため追加でさらにペナルティ10秒が課され、12位フィニッシュの最終13位という結果に終わってしまいました。これはですね、例えば5秒ペナルティ、10秒ペナルティを受けてピットストップで消火する場合は、ピット作業をする前にまず停止して5秒10秒経過するまでは一切マシンに触れてはいけないんです。ただこちらですね、おそらくこのピットクルーだと思うんですが、フロントウィングに触ってしまってるんですよね。これによってペナルティを消化できていないということで、まあ、リカルドにとっては本当にとばっちりですよね。今回レーシングブルズは角田裕毅選手、リカルド選手ともにもらい事故ということになります。もうリカルド選手のこの追加ペナルティを見て、ああ今回もポイント無理やわって思ってしまいました。もうね、角田選手がリタイアしてしまった分、リカルド選手頑張ってくれと思ったんだけどね、仕方ないですよね。もうこれはピットクルー、ただこれはやっぱり解説の方もねおっしゃってましたけども、ピットクルーももう癖になってるんで、もう触っちゃうんですよねってこうおっしゃってました。まあわかりますよね、人間ですからコンピューターではないんで絶対っていうのはないんですよ。ヒューマンエラーということでね、多分処理されると思うんですけども、もうもったいない、本当にもったいない。リカルド選手ね、十分ポイント狙えてたと思うんで、これは非常にもったいなかったなと思います。それでは角田裕毅選手の最新のコメントをご紹介します。こちらをご覧ください。角田裕毅、かなり余計な動きだった。ヒュルケンベルグに追突され早々とリタイアということで、正直言うと皆さんもね落胆されたんじゃないでしょうか。私ももうショックで言葉が出ませんでした。もう落ち込みましたね、かなり。うわマジかみたいな。レーシングブルズになって初めてのモンツァ、せめてですよ、今回導入した新しいアップデートパーツのデータ取りもしてほしかったんですよ、一緒にね。なのでその前に公開した決勝直前の動画でせめて最低でも完走ですねっていうお話をしていたんですよ。しかし本当にリタイアというか、こんな結果になってしまって、結局データも取れずということで、レーシングブルーズにとっては痛いグランプリになってしまいました。アップデートパーツのね、本当データ取りって大事なんですよね。これで次のアゼルバイジャンに向けてというお話をしようと思ったんですけども、まさかのデータ取りできずということで、かなりショックです。今回リタイアの理由について角田裕毅選手は、フロアのダメージがひどすぎました、運転できる状態ではなくレースを続けられる状況ではありませんでした、それが主な理由ですと説明しました。接触事故についてはリプレイ映像を見ないとわからないと前置きした上で次のように述べ、ヒルケンベルグに責任があるとの見方を示しました。彼はターン1に向けてロックアップしたように思います。接触を避けようとできるだけスペースを確保しようとしたのですが、彼がぶつかってきました。あれはかなり余計な動きだったように思います。はい、角田選手のおっしゃる通り、あれは余計な動きですね。ゲームで早くオーバーテイクしようって無理しようとした時によくやるクラッシュです、あれは本当に。そしてそのヒルケンベルグはオープニングラップのアスカリで角田裕毅選手のチームメイトリカルド選手と接触しており、こちらに関してはリカルド選手に10秒ペナルティが課されています。さあということでね、いや本当にいろいろなことがあったイタリアグランプリなんですけども、最後にこちらをご覧ください。2024年 F1 第16戦イタリアグランプリ決勝後ポイントランキング、マクラーレン1-2ならずも首位レッドブルに8点差ということで、まずはこちらをご覧ください。 F1 ドライバーズランキングなんですけども、ポールシッターでランキング2位のノリスが3位表彰台にとどまったため、6位フィニッシュのマックス・フェルスタッペンはタイトル争いにおけるダメージを抑えてリードを8点マイナスの62点としました。
ストロール、ヒルケンベルグ、角田選手、リカルド選手に関しては順位変わらずということで、まだまだ10位になるチャンスはあります。そしてこちら F1 コンストラクターズランキングということで、マックラーレンは5戦連続となる全チーム最多得点を逃したんですけども、それでも首位レッドブルとの差をついに1桁台の8点まで縮めました。代わって37点の最多ポイントを稼いだフェラーリはマックラーレンとの差を31点に詰めたということで、いやこれもしかすると次のアゼルバイジャンでレッドブル陥落する可能性が出てきましたね。これはもうアゼルバイジャンのフリー走行 1,2,3 からまた目が離せませんよ。これレッドブルついに崩壊か。これはマジでこれは面白いことになっていきましたね。マクラーレンが天下取るか、いやそれともフェラーリまだチャンスあるか。これは本当に面白くなってきましたね。ということで簡単に本日はね F1 イタリアグランプリの決勝についてお話をさせていただいたんですけども、まあこの後ね、とんでもないニュースが入ってきましたので、後ほど動画で公開したいと思います。いや、本当に今回のイタリアグランプリ、我々角田裕毅選手のファンにとってはかなり辛い結果になってしまいましたけども、ルクレールの優勝、本当に嬉しかったですね。ルクレール最高だよね。もうあんなティフォシたちの前で優勝してね、本当もう感動的な優勝だったわ。ルクレールも本当すごいよね。もう母国モナコで優勝して、そしてチームの母国イタリアで優勝ですか。すごいわ、もうドラマチックやわ、本当ね。いやもう本当感動した。はい、ということで本日はね簡単に F1 イタリアグランプリの決勝について振り返りましたけども、また皆さんのご意見ご感想もお待ちしております。ということで本日からね週始めということで、まあ、正直言うと、まあ、めちゃくちゃハッピーな週始めではないんですけども、次のアゼルバイジャングランプリに向けてまたレーシングブルズ角田裕毅選手とリカルド選手のニュースに注目しておこうと思います。それでは皆さん今週1週間も頑張りましょう。本日も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。新作の部屋のサクでした。